クルジアにおけるカトリコスであったドメンティウス4世の祝祷の十字架。イエスのエルサレム入場や卓形、商店、生新女終身祭、ラザロの復活、ペンテコステを表している。アメリカ合衆国メリーランド州にあるボルターズ美術館に収蔵されている。イベリア王国のキリスト教家では4世紀初頭のイベリア王国にて正義のの説教によるキリスト教の広がりについて 解説する。東ローマ帝国の教会誌や、ソゾメノスは、グルジア人は、多神教徒であり、カルトリの神々として知られている、人型の偶像を長い間崇拝していたため、この出来事は、国王が広大であり、抗戦的で野蛮な国がキリストを認め、自身らの先祖が信仰していた宗教を放棄することを導いたと記している。 国王が不況の全過程において、主要な支援者や総案者、首相者であり、組織力となっていたと考えられている。コンスタンティノープルのソクラテスは、イベリア人は、最も早く、キリスト教を授与したと記しているものの、イベリア王国は、南部の隣国であったアルメニア王国に次いで2番目に、授与した国であると考えられている。アルメニアとグルジアの君主は、世界で最初に、 キリスト教に改修した人物の一人であった。アルメニアとグルジアの間で教会の敵対心のエスカレートやキリスト論での論争が起きる前までは、コーカサスのキリスト教は非常に包括的、多元的で柔軟であり、硬直した教会論的階級制度が確立されたのはかなり後、特に6世紀から国の教会として具体化した時であった。コーカサス地方は、 古代末期において、グルジア人とアルメニア人が一つの文明内で、共存するのが困難なほどユーラシアの中で最も活発で国際的な地域であり、途方もないほどに多様性があったのにもかかわらず、キリスト教家は地方全体の異文化間で起きた現象であった。イベリア王国の首都であったムツヘタに住むユダヤ人は、王国のキリスト教家において重要な役割を果たし、 グルジアの君主と聖地とのつながりを深める原動力となったことで、ユダヤ砂漠で発見された最古のグルジア語の秘文であるビールエルクット碑文を含め、イベリアのペトルの活動で確認されるようにパレスチナに住むグルジア人が増加した。イベリア王国は近隣のイラン連邦と多くの制度や共有し、商業や移住、戦争、結婚などで物理的につながっていた。 また、ヘレニズム時代の建造物から王冠の変更にまで建築や芸術にアケメネス朝の文化が根ざした5世紀から7世紀全体をかけて完成させた新しい多段階の改革に着手したことで強力なグルジア独特の文化が出現した。歴史的なキリスト教家の日の前夜にイランとギリシアの文化を物理的に融合した外国人である聖ニノや 同じく外国人であった二人のカルトリの初代、大司教、コンスタンティヌス一世によって送られたギリシャ人によって、王と王妃はグルジアに馴染んだ外国人へと変化した。6世紀前半に限り、グルジア人が、教会の最高地を占有したものの、イラン人やアルメニア人、シリア人などといった外国人は引き続き、グルジアの教会管理にて重要な役割を果たした。 イベリア王国は公式には4世紀初頭にキリスト教を授与したとされているが、グルジア正教会は首都が起源であると主張し、アンデレをグルジア正教の始祖とみなしており、東ローマ帝国の複数の文献で支持されている。エフレム・ムツヤは後に正義のの役割をイベリア王国の第二の洗礼への必然性と共に述べている。考古学的異物は、 4世紀にミリアン三世が回収する前からキリスト教が広がっていたことを証明している。グルジアの3世紀の埋葬品の一部には十字架とイクトゥスやイカリと魚の認め印付き指輪といったキリスト教のものが含まれており、キリスト教が明確に流入していたことを証明している。これらのことからイベリアの上流階級が公式のキリスト教家の時よりもはるかに早く、 キリスト教を受容していたことを意味している。グルジア年代記とカルトリの回収には、カッパドキアの女性、セイニノが女王、ナナとミリアン三世を回収させ、その後にイベリア王国全体のキリスト教家につながったと記述されている。アクイレイヤのルフィヌスやカイサリアのジェラシウス、キュジコスのジェラシウス、テオドレトス、コンスタンティノープルのソクラテス、ソゾメノスラは王族かつ、 小さな王であり、テオドシウス一世紀の主任指揮官であった、バクリウスがグルジアにおけるキリスト教営の改修の源の一つであったと記している。全員がグルジアの伝統について似たような物語を記しているが、聖ニノがイベリアに連れて来られたローマ帝国の無名の人質であったという点が、グレコローマンの作家によって大きく異なっている。グルジア年代記にはニノは、 ザビロンとスサナの娘であると記されている。この一家はエルサレムとは直接的には関係がないと考えられている。また、クルジア年代記にはニノに関してこう書かれている。ニノがかつて父親に会いにエルサレムに行った時に、ニノは誰か継ぎ目のないイエスのローブがどこにあるか知りませんかと尋ねたところ、それはカルトリの国のムツヘタの東にある都市に今もある。 と言われた。これを聞き、ニノはイベリア王国に行くことを決心し、4ヶ月に及ぶ旅の後、6月にヤバケティは日食全体を目撃することができるが、近隣の町の住民はできない。王がトコチ山の上から見ることができる日食の条件は、パタゴニアの山岳地帯で日没時に見られた2010年7月11日の日食の条件と同様であった。 319年の日食の間、六ヘタ付近の標高の低い土地にいた観測者は、地平線から太陽が再び現れることなく、空が時期焦燥に暗くなり、その後わずかに明るくなったという現象を目撃したと推測されている。王がいたと推測されているような高所では、回帰日食は確かに驚くべき光景であったと思われる。モリソンとリチャード・スティーブンソンが作成した。 デルタ T7450-180 の地球物理学のモデルによると、回収の話と興味深い可能性には矛盾は生じないものの、古代途中世に書かれた記述が信頼できるかどうかや、本当に事実を元にしたかどうかという疑問は、未だ未解決である。クルジア年代記には、ある夏の7月20日、日曜日に起きたと記されている。ありがとうございます。